YouTube 90秒講座。はい、動画制限コンサルタント坂田誠でございます。こうやって自分撮りを、ね、初めてしました。で、実際再生してみますね。それで再生してみたら、え、俺ってこんな声で喋ってんのみたいな。自分の声と、ね、他人が聞いてる声というのは違いますね。なぜかっていうと、これ自分の中で聞いてる声と、それがそのと、ね、空気の共鳴とかして他人様に聞こえる声っていうのは当然違うわけですよね。自分の声を自分で認識してる通りに、ね、声色とかそういったものを使ってきちっとね、相手に話したいと思うのであれば練習する必要があるわけですね。 それにはですね、一番いいのは実は動画なんです。動画ずっとこうやって、ね、撮ってね、あ、こういう喋ると、ね、こういう風になるっていうのを実際他人に聞こえてる状態をチェックしながらこうやってずっと喋って練習していくわけですよ。そうするとですね、なんと不思議なことにね、最初は自分の中で聞いてる声とね、動画で見る声っていうのは違うんですけど、慣れるとですね、ほぼ一緒になります。まあ自分の思い通りの喋りがちゃんとできるっていうことなんですね。ぜひですね、動画を取り組んで、自分の中の声と外の声っていうのを、まあ、ね、統一されるっていうのがいいと思いますよ。あ、時間がない。では